皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年9月の3日こちらですね、現在16時37分、サタデーステーションの、まあ、高島彩や、まあ、そのスタッフや役員の方たちへなんですけども、昨日ね、サタデーステーション見ていて、バスケットボールのね、スタジアム、報道ステーションで放送してたじゃないですか。で、日本全国で11箇所ほど建設されようとしてるんですけども、それで数百億円使われるのはまず確実なんですね。5000人規模の、一番高い東京都の体育館で、210億円かかってるんですよ。土地代と建設費でね。それが事実。東京ドームなんか848億円から68億円。ウィキペディアにしっかり載ってますから。固定資産税かかります。法人税あります。いいですか？みんなの税金でどうせ建てて、で、国の持ち物っていう形で逃げようとするから。バスケットボールのプロチーム24チームなんか最初から無理。これだったら税金への食らいつき方がプロだったっていうことになるから。無理無理。神戸市も建設中のところがあるんですけども、それもインターネット記事で見ました。中央区にね、作ろうとしてるんですけど、中央区の大倉山っていう図書館があるんですけども、中央図書館。そこに大倉山の体育館っていうのがあるんですよね。大倉山体育館。で、そこを、使っていればよかったんです。で、もともとチームとか使っていたんです。まあ、B2 になるんですかね。もう僕もその辺のところ増えすぎても対応できないんですよ。本当に。サッカーから何から何までって。皆さん、じゃあ、自分で言えます？プロ野球12球団、本拠地どこか、何県か、どこの都道府県か。サッカー言えます？全チーム。バスケットボール言えます？バレーボールも。全部。無理でしょう。で、ちょっとね、名称を上げていきます。これ、愛知県のところで3箇所も作ろうとしてるんですけども、名古屋市に2つ。これは愛知県の、安いと白と書いて、市。単位は市ですね。で、あと、関東のは川崎市、東京の江東区、あと、千葉県船橋市、群馬県大田市、九州の方は佐賀市と、まあ、佐賀県ですね、長崎県の長崎市、それと、沖縄県の沖縄市。無理です。もともと、彼らは税金で飯食ってるようなものなんですよ。バスケットボールしながら金稼ぎさせてくれっていう立場なんですね。で、そういう真面目な話を高島愛に言ってるのに、バスケットボールのパリオリンピックで喜んで、淡井圭介の言ってること、いつもね、ただ、ヘラヘラ笑って、盛り上がろうとする。で、本当に、横でいる、確か、アナウンサーいましたっけ、男性の。彼も淡井圭介に会いに来た方なんですけど、2007年から8年フルーツラパークで勤務してる時ですね。神戸市立ホテルフルーツラパーク、現在道の駅。で、なかなか彼笑わないでしょ。もう事態が全然笑いことじゃないっていうことを分かってるから。で、高島、週1回、淡井圭介の提案でできた番組で、君責任問題でそこのテレビ局に出ておきなさいの話なんだから、本当に。行方不明になるから。探せないか、僕の方だったら。今までの件、証人とか証言。無理だから、この世の中。自分から言わないと。で、さっき、もう、高島彩相手にもう、ものすごく怒った動画になってしまったから、一回それ削除して、今、撮り直ししてるの。さっきというか、昨日ね。で、自分にも子供がいて、自分の子供の未来があるから、このような税金の使い方はやめてもらえませんかぐらいアナウンサーでも言っていいから。みんな言う自由ある。金の流れを変に勘違いしてる人間が存在する。で、あとエネルギーの残存量問題ね。で、僕は1998年頃に、
教えてあげたでしょ。僕もそれ忘れてましたけども、もうそれ責任持って、関東に住んでる人が覚えておいてくださいよって言ってたガスの採掘の話。東京の下でガスの採掘してるの。千葉県とかも同じ。群馬も同じ。神奈川県も同じ。もうそこの方で広がってるから。全部つながるから。で、東日本大震災が2011年に発生して、あれだけ沖の離れたところで大きな地震が発生して、距離が東京の、まあ関東まで距離、何百キロかあるでしょ。阪神淡路大震災の時は、神戸市の震源地から大阪まで50キロあるかないかなんですよ。で、大阪の方がだいたい震度4ぐらいか5弱。一番揺れたところで。5弱多分なかったような気もするんですけど、5弱あったかもしれない。で、東京都の方でも、正直千葉県とか、震度、まあ、5強か6、6あったかもしれない。で、東京都も5強は絶対あったでしょ。ビルあれだけ揺れてる映像とかも僕のホームページが見れるようにしていますから。ちょっとね、報道でスポーツ買った時に、喜ぶのやめてもらいます。もうほどほどにしましょう、ほどほどに。で、税金でみんな、作ってるっていうところ、公にしっかりとテレビで言ってください。言えない人間はアナウンサーなんかなったらダメです、本当に。言いなさい、本当に。だから、三井住友銀行とかの藤原大支店に、この間橋本聖子さんが来てたでしょ。オリンピック大会の委員長。9600億円以上税金つぎ込まれたの。もう消費税上がっていったからもうみんなわかるでしょ。本当にこんなことしたら無理だから。第二次世界大戦で日本が負けたから、第二次世界戦争で日本が負けたから、六法全書は世界戦争っていう表記なんです。で、東京オリンピックを押し付けられてる方、戦後間もない頃で、日本中総合運動公園化でいろんなスタジアムとかを作ってしまった方、関東なんかひどいから、総合運動公園に、陸上とラグビーの、スタジアムがあるでしょ。あとサッカーとかにも使えたり。で、まあ、その横に野球場を作って、で、ここからが関東の、一部のところ、むちゃくちゃなところ、もう相撲の土俵を総合運動公園とかに作り始めて、で、さらにはクレー射撃、鉄砲。そんなことしてあなた何するのって。ね、自衛官がもともといるんだから、熊とかの駆除は自衛官が行くんだから。今時警察官って危ないから警棒とか持ってないでしょ。あんな木の棒で本当に殴ったら相手骨折するから、過剰防衛法律であります。だからもう警察官も 今の時代もう警察官の制服を着てる人にいちいちそんな殴りかかったりするようなやついないから。いましたか、警察官の方で。あったら教えていただきたいんですけども、ニュースでそんなニュース流れないから。警察官だって銃持って、まず現場行ったりしないでしょ、もう今の時代。だから、その警察官の銃じゃ大きな熊に、あれ本当は効くかどうかわからないから、本当のところ。だからもう自衛官が行くことになってるんですよ。熊の駆除ね。だからもうそんな、マシンガン持たせて、そりゃ、熊打ち取れなかったら、そりゃ叱られるよっていう話で、いくらなんでもマシンガン持たせてるんだから、そこは熊仕留めてくれるとっていう話になるんですよ。本当に逃げ食われたりしますから、都市部とかにも熊出てきたりしますから、ね、家の中にいるご老体の方とか、抵抗できないんですから、もう体ちょっとやすと鍛えてる人間も、熊ないってなんか無理ですよ。この間のインターネット記事かな、OSO18、まあ、OSO って言いながら、動画見たら分かりますから、足に、その、罠でね、足に、その、紐がつながってる状態のクマなんですけども、その紐から逃れようとして暴れ回ってるんですけども、木とか簡単に登っていくから、まっすぐな木。腕の力とか強いんです。足の力とか。人間じゃ無理無理。もう本当にものすごく、もう大谷翔平が斧持ってるんだったらわかりますよ。彼が最初に一撃入れれたら、彼が多分勝つと思いますけども、それ一発目外しちゃ終わりだから。隙が大きすぎるから。けどある程度の威力で振りに行かな。無理だから。
だからね、ちょっとね、この税金、ここん、11箇所かな。ちょっと待ってください。数えますね。2、4、6、8、11箇所。11箇所、こう、もう今更作るのも、体育館いっぱいあるから、世の中。で、もともとお客さんそんなに集まらない、バスケットボール。世界戦だから集まってるの。もうこれは本当の話。もう無茶な考え方も、もう広めようとしちゃダメ。トヨタがお金稼ぎできたお金回収するって言ってるでしょ。法人税の純利益上げてるとこ、もともと税金で稼いでるんだから。トヨタ秋夫さんならわかるでしょ。佐藤社長ならわかるでしょ。で、岸田さんももう言ってくれてるんだから。テレビのニュースでもある程度流れてますよ。ちゃんと消費税は党として当分上げるつもりはない。で、増税があります。で、法人税。それは純利益がすごく出てるところで、特に税金が投入されたところ、返してっていう話。それしなかったら消費税上がりっぱなしになるから無理。そんな利益出たからで、体育館どうせ、愛知県でしょ？豊田市。そこがトヨタをまとめてるから、自動、まあ、もうちょっとごめんなさい。説明不足でした。もともと、ね。自動車メーカーが大昔の頃は何十社とあったんです。で、軒並み倒産していったんです。で、合併させていったんです。国が介入したんです。わかります？第二次世界大戦とか、その前第一次世界大戦とか、あんな状況になったら経済的に世界中もみんなズタズタなるから、本当に。で、紙くず。ズタズタの意味。株。有限の中に株があるんです。会社法でそうなってる。で、法律。で、もう純利益が出てないんだったら、役員が現場行って走り回りなさい。で、これが株式の世界。ね、日本代表のチームに外国人の人が乗り込んできてるでしょ。あの人、日本語喋れないでしょ。大阪直美見たらわかるでしょ。女子テニスの。もう僕帰ったでしょ。アメリカの人だったんでしょ。それ日本人って言ってたんでしょ。無理やり。多分、紙切れになったから、ね、アメリカ人が乗り込んできて、お金稼ぎして帰っていっただけの話。多分、アメリカの人でしょ？違います？ウィキペディアの情報も時々変わるから、僕もわからないです。国籍が変わるケースもあるから、本当に。国籍が変わったら自分の国籍変えなきゃならないでしょ？だからもう、ちゃんと日本語を喋り、ちゃんと読み書きできる人。そういう人は日本人。そうじゃなかったら区役所から書類とか市役所でもいい。書類が届いてきたら、わからないでしょ。記入できないでしょ、日本語。ね。無理なんですよ。住むことなんて。逆のケースも同じ。日本人で海外。だから、証言をもう帰ってきたらいいからって、もうその件についてマスコミはもうごちゃごちゃ言わないでっていう内容をもう YouTube にアップロードしてる。YouTube の一覧表の世界の政府への SOS っていうところ、SOS ついてるのその欄だけだからすぐわかります。YouTube の一覧表のところの欄は20秒ないから今のところ。本当は20秒以上にすぐなります。作ったら。ある程度で小分けしてね。だからちょっと高島屋もちょっと淡いケースが喋ってる時ぐらいしっかり聞きますとか何か言ってちゃんと声が聞こえてくるようにしないと、もうこの装置もシステム僕も本当は扱えてないからしっかりと。その、行政をかばいすぎてるんですよ。裁判所の裁判官が。法律面を求めてきた神戸地裁の上田さんね、上田裁判官。それしたらダメだから。それされたら僕は電波で攻撃されるから。だから無理、行政の暴走が止まらなくなる。だから三権分立。裁判官がみんなの税金でね、大学建てて、そこで司法修習生として学生として学んだんだから、みんなの税金使って、その後も司法修習生としてみんなの税金で日本中飛び回ったりしたんだから、もしちゃった後、それでお給料もらった後、ね、弁護士とか書記官とか勤めてからしか裁判官になれないんだから、法律でそうなってるんですから。自分の責任で裁判官が、法に照らし合わせて確認して、今までの判例とか見て、相場まで一般人わからないから。大阪の高等裁判所の判例図書館は、司法修習生以上の人しか入れないんだから、民間人入れないんだから。こんなに卑怯なことしてダメ。電波で僕ずっと攻撃されてましたもん、それ棄却された時。法律名がないからっていう理由で。上夏美っていうアナウンサーがいるでしょ。あの子も子供の頃会いに来た方。で、
もう髪の毛染めっぱなしになってますけども、あの子の子供の頃の声で、おーい、おーい、おーいってふざけてる声じゃないですよ。で、かといって真面目すぎる声でもない。もうすごい危機的な声でもない。ずっとおーいっていう声を延々とずっとコンピューターが電波で脳にアクセスして聞かせてくるんですよ。音波の方かもしれない。両方できる、電波だったら。そういうえげつない目に淡井さんを合わせてしまったっていう自覚を高島彩がしっかり持っておかないと。1時間ぐらいなんだから番組。ちょっと気合い入れてそれぐらい真面目にしようよ。ヘラ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 笑わないで。パリオリンピックなんか僕無理だよ。付き合わたくないよ、そんなの。地球の裏側の時間帯だよ。どうせ夜中とかでしょ？どうせそういう試合出てくるから。無理だからそういうの付き合いたくないから。起こされたくないから。無理だから。もうそのバスケットボールとして選手で出てきた人たちとか説明したんだから、エネルギーの残存量問題も経済的な部分も。それ今更聞いてませんわ、通用しませんよって自分たち報道機関で言わないと、選手に。見てない聞いてない、YouTube で淡いケースが言ってるところ聞いてない、もうそんなの通用しない、無理無理無理。無理だから。法廷でそういう内容で話進めるから。で、警察官とか何人いるの、バスケットボールのチームで。無理ですよ、本当に。もうすごい横領事件になってますから。全部つながるから、淡井圭介のケースの場合。医療機関、精神病院の件。で、高島屋に言うとくけどね、もう、有馬警察署の平田っていう生活安全課のね、僕担当の警察官だった人間が、僕殴った犯人かもしれない。これでもし間違えてたら僕は裁判所で謝罪しますけども、一応その方向性でも話させてもらえなかったら人間の顔が変わったりとかもするし、犯人の顔と似てるんですよ。声も似てる。で、タバコも吸ってる。まあタバコ吸ってるぐらいだったらその人がどういう人かどうかわからないですよ。だけどもその殴った犯人、僕は実際に被害者で、もうその時は髪の毛を染めていて背丈も同じぐらいだから、で、秀和株式会社で300何十時間以上とか働かせていた竹直さんっていう人も警察官だったから。で、その人が2000年から2001年の時のね。で、2001年から2002年もその人が店長だったんですけども、偽名かもしれない。公務員だから警察官の偽名なのっちゃダメなんです。法律でそうなってます。で、一般人も偽名なのったらなし。無理。もうテレビ出演下ろすから、本当に。バレなかったらいいの世界になるんだろ。もうバレたらしまいだって。反省の色はないんだったら口座閉じた建物差し押さえするから。特に車乗って余計に絡んできたりした連中。で、ちょっと待ってください。今頭が取られてるから、わからなくなってる。軽い脳梗塞。ルール法律。原告側。で、もうだいぶ指摘してる。で、その、平田っていう人間なのか、僕を殴っ、平田っていう警察官なのか、その、殴った相手で、もしかしたら僕は小学生の頃の東山小学校に乗り込んできてる。東山小学校の、もしかしたら上、一つ上の学年か二つ上の学年の人間だったのかもしれないし、近隣の学校の人間かもしれない。多分兵庫区の人間だったと思われる。わからないですよ。遠方から来られたら。そういうケースもあるから。だから警察官の中で、阪神タイガースのね、伊藤っていう投手は警察官のはずです。彼でいいと思いますよ。僕より年下が、だから。彼が、アリの第一三ハイツを前まで一人で来て、僕は連れて行ったりしないからって、まあ自分で無線使いながら言ってたと思うんですよ。だからまあ阪神タイガースの選手として、まあ活躍できる。まあ正直ね、自分が、球団入って選手として試合してみたら分かると思うんですよ。優勝できてファンが喜んでくれてるから満足できるんであって、最下位の位置とか本当はきついから、阪神タイガース昔ね、
ホンダが2サイクルエンジンでもうやんちゃなことしてっていう話があったせいなのか、何結びつきなのかわからないですよ、未来からのご縁って。僕が若い頃に阪神タイガース、まだ学生の頃かな、阪神タイガース、まあ5位がね、いつかちょっと間違えてももうこれしょうがないでいいでしょう。6年間のうちの間で最下位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 5位最下位、これをもうワンサイクルで最下位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 5位最下位、まあこの5位の位置がどこかだったかはもうちょっといいじゃないですか。それ2サイクルされてるんですよ、6年間ワンサイクルで。6年間ワンサイクルは法の下で平等で、各地方交付税法とかがあって、で、各都道府県にある程度売り上げないとダメだし、で、そこの人たちが、まあ、建てたようなものだから、ここに、公民としてこういうふうなこと、意見言えるような状況なんです、本当に、法律的に。だから、6チームでしょ、セリーグ、パリーグも。だから、優勝を6年に1回ぐらいにしとかやなんなかったのに、ジャイアンツかも、昔むちゃくちゃ優勝して、ついにはドーム球場を作って、エアコン使い始めたでしょ。もう日本で一番最初。で、それを真似して、中日とか、大阪、もともと近鉄バファローズ。で、現在オリックス。で、福岡。で、日本ハムもそう。ドーム作ってしまった。これでエネルギーの残存量問題がさらに危険な状況になったと。もう自分で自分たちの首絞めてるようなもん。もうお金だけの話じゃないし、エネルギーの残存量問題の話もあるし、だから、淡井圭介に絡みに来た連中とか、淡井圭介が騒いでるとか言って通報してきた人間の番号を押さえてそいつらを調べたらよかったんですよ。昔から。だから僕は二十歳ぐらいの頃、本当に周りに警察官立ってたから。本当に。だからエロ業界を潰さなきゃなんない、政府上層部に、もともと大企業上層部にエロ業界とつながりのあるところがあった、テレビ局からしそうだったって、ちょっと少し前まで DMM ドットコムの CM 流れたでしょ。あれ、エロ業界。物気並みやろと。一応もうテレビの CM から出ていったでしょ。まだ放送してます。全チャンネルの確認なんか無理だから、僕もそんな CM どこがいつ放送してるって。もうテレビ局合併した方がいい。で、その DMM なんとかの口座として建物全部差し押さえたい。国際司法裁判所で。で、日本も被害国だから、それ大元がどこの国か、また僕は後で調べるから。CCC のカルチェアは、もともとコンビニエンスストアだけど、もともとカルチェアっていうブランドがあったでしょ。海外、ヨーロッパ。知ってるから。でしょ？違いました？下手に海外の株とか、ドル高だから、円安だから、日本の株買えばいいとか、そういう話じゃないから。アメリカの人たちの経済界の人にも今言ってます。自分たちマスコミが伝えて。高島彩とか責任持って、ワールドビジネスサテライトとか、大江真理子とかに言ったらいいから、そこから滝田さんとか動いて伝えようとするから。違うから、そういうことじゃないから。差し押さえるから、こちらも。政府が動いて、お互いの政府が動いて。それなかったら今まで大統領とかが捕まってたケースとか、あの女優への口止め料、何したのって不倫したの、そういう話。トランプ大統領。無理だから。昔の時代の人たち、むちゃくちゃだったから。で、1956年日本売春防止法が出来上がったの。で、他の国もある程度同じような時期だったと思うんです。だから、いろんな世界中の政府の上層部でそういう連中とつるんでたやつ、組んでたやつがいた。今でもお金の流し合いしてやるかもしれない。元辿っていくと。正直、業務スーパーの、まあ、建設業者の、まあ、間違ってたら申し訳ないんですけども、とりあえずね、顔は似ていたぐらいで言いますけども、松方弘樹っていう人の顔と似ていた、その建設現場の所長って言われていた人。わからないですよ。もう顔が似てる程度だったらいくらでもそういう人見つかるから、あんまり顔のバリエーション本当はないから、目元とか特に、ね、もうマスクなんかつけたら、もう大体の人、目元はあの人に似てる、この人に似てるあるから、テレビに出てる芸能人で。本当に事態の緊急性。もう、ロシアなんか、だいぶ前から1万5000メートルまで石油とかの採掘してくれてるんだよ。
日本2014年のデータで地下4000メートルなんだけど、それ結構前のデータ。本当はもう今6000メートルなのか5000メートルなのかわからない。要はもう2023年、状況理解して。だからホンダの2サイクルの話と阪神タイガースが結びつけられたのか、もう巨人が A クラス行ける根拠なんかないの。最下位何回も味わわなきゃなんないの本当に。だって今まで年間売上が200億円以上の売上があった年がいっぱいあったんだから。それで東京ドームの返済ができませんでした。ハワイへキャンプ行ってました。選手が金使った。知らんよそんな話。無理だって言ってるでしょ、会社の金使って海外旅行なんて。その辺で体鍛えれるよ。もうこれもう原監督が見たらいいから、巨人の選手は全員そういう、もうこれ高校生にも教えてあげたり、もう各地域の、もともと住んでた生まれの地域で、親とか住んでる地域から一番近い球団にプロ志望だったらプロ志望出したらいいって。それであとはドラフトかかるかどうかで、そこの球団に来たらいい。はぁ、もう法律で日刊誌の情報は政府発表、もう政府はもと、日刊誌はもともと法律でそうなってるから。わからない、もう日刊現代ってただ単に日刊の乗ってるだけなんじゃないの、そこって。本当のところはわからない。日刊スポーツまではなんとなくわかる。国挙げてその年俸っていうものが選手が大量に使ったお金のことなのか何なのかわからない。もうそれだって話全然変わってくるから、横領罪だから、国庫に返納の話になる。それだったらもう出してないからとか笑いながら言ってる監督は大バカ。世界情勢とか今の現状とか分かってないから。もう年上の監督でも僕そう言うから、自覚してもらわなきゃならない。自分たちが勉強頑張ってなかったっていうこと。もう僕30歳の頃弁護士さんなしで裁判勝ったの。今はこれ土台にしますけども、僕のね、まあこれは都政六法、平成10